どうも皆さん、ハンピーです。沖縄の本島の名護にある、名護の本部か、本部町にある、今回は八重善そばに行ってご飯食べてきました。なんでそちらのそばを選んだかっていう理由なんですけど、そちらがなんと、イカスミを使ったそばを販売してるんですよね。まあ、これもまた数量限定か。数量限定なんで、なくなったらもう終わりっていう形だったんで、11時、12時ぐらいに着くように、ちょっと早めに行かせてもらって、取ってきたんですけど、イカスミそば、見たことありますかね？わかんない。僕は中部の生まれなんで、見たことがちょっとなくて、本部まで行って蕎麦食いに行くことも実際僕、ちょっと初めてだったんで、どういった場所にあるのかなっても見てきたんで、まあ、そちらの動画をいっぱい見てもらえたらなと思います。で、場所とか風景とかも、やっぱりちょっと北部だなっていう感じの風景いろいろ撮ってきたんで、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。で、今回も、イカスミそば食べてみたいとかあるんだったら全部概要欄の方に詳細載っけてますし、面白かったらためになったっていうのであれば、グッドボタンの方を押していただきたいのと、あとはチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた楽しんでいただけるような動画をどんどん配信していくので、これから先もお願いいたします。それでは今回動画見ていきましょう。どうぞ。目的地は左側です。お疲れ様でした。よい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 よ。